どうもフルゼロと申します。本日はエッグヘッドモンキーディールフィーの徹底解説ということでやっていこうかなと思います。昨日ねショート動画あとは横動画でルフィの説明したんですけれども、それだけじゃ足りねえよということで今回はね、より深く見ていこうかなと思います。まあもう特に言うことないんで早速やっていきましょう。レッツゴー。ダイヤー05になっちゃいました。とその前にすいません、昨日横動画で解説するの全然忘れてたんですけれども、というか存在すら分かってなかったんですけれども、こちらの2024ルフィ誕生日記念ガチャについても見ておこうかなと思います。こちらのガチャ評価としては5段階中 4.5 点、もうめちゃくちゃ高いですね。最近来たガチャの中では群を抜いていいガチャっていう風に思っていただけたらなと思います。今回のガチャの特徴としてはダイヤ25個で10連ガチャが引けるっていうような、そういった内容になってるんですけれども、最後の3体は必ずルフィが登場するっていうのと、あとはまあこんな風に道中もルフィが出やすくなってるっていうのだとか、あとはこうメダルを獲得することができるっていう、もう本当にね素晴らしいガチャになってるんですよね。特典見ていただけるとわかるように、この麦わらの一味の、まあ、18% 増加メダルっていうのが獲得することができるんで、本当にもう無課金の方も美課金の方もこれ3回、合計まあ75個ダイヤを消費することになるんですけれども、もう全部引いちゃっていいのかなっていうぐらい、それぐらい素晴らしいガチャなのかなっていうふうに思います。でやっぱりルフィっていうのはメダルとかでもまあ輝ける場面多いですし、あとなんといってもサポートで非常に輝ける、特にバウンドマンとかこういった打ち入りルフィとかはもう本当に欲しい方多いんじゃないでしょうかね。もう本当にそれぐらい向上キャラフェス限問わずもう素晴らしいキャラなんでね、ルフィはサポートメダル、まあリーグではなかなか難しいですけれども本当に強いキャラなんで、もう本当もう 4.5 点 4.6 点 4.7 点ぐらい上げてもいいぐらい、素晴らしいガチャだなっていう風に思っているんで、まあぜひぜひ積極的に引いていただけたらなと思います。自分はちょっとねダイヤがないんで、まあちょっと5月21日までに貯めれたら引きたいなってところなんですけれども、まあどうなんでしょうね。仮に21日に超フェスが来たとしてもこのガチャ引いててもいいっていうぐらい、それぐらいいいガチャになってるっていうのは言っておきます。ただまあルフィがもう全部星4星6になっててレベル100ですよっていう方は、まあ別に無理して引かなくてもいいのかなとは思いますね。まあでもメダルのために引くのは全然ありだと思いますけどね。はい、それでは今回のメイン内容としてエッグヘッドモンキーディルフィーについてもう一回ね、見ていこうかなと思います。まあ簡単にスキル特性をお話しした後にダイジェストでまあいいところとかをご紹介しながら、最後にメダル編成とかサポート編成とかについて触れておこうかなと思います。あ、でも先メダルの方がいいかな。ちょっともう先メダルにしますね。まあ、いろいろメダル試したんですけれども、一番いいなって感じたのはダッシュ速度増加メダルでした。ルフィって弱点として耐久面、こういったお宝エリア内で敵と1対1の時 KO されるダメージを受けても1残り続けるっていう、この強強特性があるんですけれども、結構旗の外からの攻撃に弱かったりだとか、あとはまあその燃焼を付与された後にその敵がお宝エリアの外に出ちゃったらもうそのままやられちゃうみたいな、そういった場面とかがあったりするんで、まあそれを対策するため、まあ燃焼短縮のメダルとかも面白いのかなっていう風に思ったりしたんですけれども、まあ正直あんま意味ないのかなっていう風にちょっと個人的には使ってて感じてしまいました。というのもダメージカット性能とかもないですし、防御力増加特性もないっていうような、まあそういったキャラになってるんで、そのキャラにそういったこう耐久的なもののメダルを入れてもそこまで輝けないんじゃないかなっていうような、そういった結論に、なりましたね。だからまあこのキャラクターの強みとしてはやっぱり機動力かつダッシュ速度が速いっていう特徴があるんで、それをもっとね、補えるようなそういったメダル編成が個人的にはいいのかなっていう風に感じました。自分はマルコとこのチョッパーのメダルを採用しているんですけれども、別にねここはキングとか、まあお宝エリア内に味方がいない時ダッシュ速度が増加するみたいな、そういったメダルをつけていただけたらまあいいんじゃないかなっていう風に、思いましたね。まあまあまあ耐久メダルでもいいと思うんですけれどもね、スキル短縮とかでも、まあでも自分が使ってて強いなって感じたのはダッシュ速度増加メダルだったっていうのはちょっとねお伝えしておこうかなと思います。はい、じゃあねルフィの解説っていうことでやっていこうかなと思うんですけれども、もう百聞は一見にしかずということでダイジェスト動画みたいな作ってきたんで、先にそちらの方をご覧ください。
まあ、本当に機動力高いかつダッシュ速度がめちゃくちゃ速いんで、そこが荒巻とかカイドウとかと区別化できているっていう強いキャラクターになってくるのかなっていうふうに思います。だからまあ先ほどダッシュ速度増加メダルの方がいいみたいなふうにお伝えしましたし、まあ本当にまあそういったところを活かせるような立ち回りっていうのがすごい大切になってくるのかなっていうふうに思います。だから荒巻とかフランキーみたいなその敵マップとかをよく見て、その敵の隙をついて裏取りをするのが好きっていうような、そういったまあゲッターらしいゲッターが好きな方とかはめちゃくちゃおすすめしたいキャラにはなってきます。ただ逆を言うと、一応 KO とかはできるんですよ、このキャラクターって。そのスキル2が割合ダメージとかなんで、なんですけれども、ロジャーとかキットローみたいにゲッターの皮をかぶったアタッカーみたいなゲッターみたいな、そういうキャラではどっちかっていうとないんで、まあそこら辺はねちょっと判断して、引くかどうか決めていただけたらなと思います。まあでも結局のところダイヤでは、そのなんだ21日かな、上仏来る可能性あるんで、そこまでは待機推奨なんですけれどもね、結局はまあチケットで引くかどうか考えてる方に対してはそういう風に言いたいって感じです。まあでもサポート強いんで全然取ってていいキャラクターではありますね。はい、まあこんな感じでね、まあちょっと最後一戦通してやっていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。